はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では続きをやっていきたいと思います。ラフレシアのいる迎賓館ですね、まあ、そちらに向かっていくので、とりあえず拠点の3番から来ました。ちょっとめんどくさいんでアクティブクローク使っちゃいましょう。遠いんですよね、あそこ。拠点3から行こうとするとあれ、早速なんか起こった。バグだ。出たな、バグ。いちいち構ってる暇はないが、どうする？戦いますか？まあ戦いましょう。おお、いっぱい出たな。めっちゃいっぱいいる。6体。これで倒せるかな。ライダーちょっと遅いな、やっぱり。お、小バグ手に入れた。よし、先押しとこう。ヒットポイント回復させないと。で、こっち行って、で、こっちですね。違う、こっちじゃない。お、なんかいる。あ、バグだな。親バグだ今度は。まあ戦わないと先に行けないっぽいですからね。親バグを狙いましょう。ウルトラマンは、うおー、バカ来たー、死んだー親バグ。そういえば経験値あれを装備してたまんまだった。ちょっとチップが欲しかったんで、誰だっけな、ティガか。ティガに経験値なしを装備させたまんまだったんですね。これは外しましょう。で、その代わりに何かあるかな。うん、耐性ダメージ上昇、これでいいや。で、メガナイフキットでもう回復させちゃいましょう。復活キットは、メガナイフキットめっちゃあんな。で、メガナイフキットと、オッケー。で、このままガンガン進んで、200歩って意外に長いっすね。で、こっちか。で、こっちですね。わあ、またバグがいる。まあ戦いましょう。ウルトラマンも全体攻撃覚えたんですけど超弱いんですよね。50しかも20減るっていう効率は悪いっすよね。うわ、ドクシャー。よし、クアンタが終わった。あ、なんだ、バグがいるぞ。さっきからいっぱいいるじゃん。別の隊が戦っているようだ。ウィーントーリアーファッチャー、ウィーンフッハッ。バグは俺たちで大丈夫だ。お前たちは早くラフレシアを。オーケー、サンキュー。ジェガン死んでる。
この傷はバグだ。ひどい。一刻も早くラフレシアを倒さなければ。早く行きましょう。この先か。この先は初めてですね。またバグか。いっぱいいる。くっ、数が多すぎる。対応が追いつかない。このままじゃ全滅だ。僕たちがラフレシアを叩く。もう少しの間耐えてくれ。お願いします。おう、そっちも頼んだぞ。ん、どこだ、景品か、ここ。あれ、またバグがいるな。どう食らってんだか分かんない。景品館がちょっと近いんで一回ヒールレインを打っときましょう。ウルトラマンちょっと少ねえな。よし、ラフレシアはどこだ。バグがこういうものだとは聞いていないぞ。はあ、しかし、えい、もういい、下がれ。ベルガギロス、ヒーローどもか。だがどんな状況であれ敵は敵。そもそも貴様らのような下賤なものが出てこなければこのような作戦をすることもなかったはずだ。奇弁だわ。これが貴族のやり方とでも。ビギナギナ様、感情のままに動かれたか。ならば迷うことはない。感情を処理できるものはゴミだ。あ、ベルガキロス普通に1体で来てますね。あー、どうしようかな。とりあえずツインドライブシステムを使うか。バイオセンサー貼って、カップル貼って、まあいつもの通りっすね。じゃあ攻撃でいいや。おっと、カウンターが外れた。よーし、じゃあこのまままた、GN バスターソードとめっちゃ使うな。ベースバーさあ、攻撃ですね。これ強い。ヒットポイントが1になりますってやだ。痛い痛い痛い。ベースバー間に合うか。ヒール、こいつもヒールを使っとくか。打っとくか一応。おー、危ねえ。これでカップルが切れましたね。どうしようかな。もう一回カップル貼るか。打った攻撃。いってー、超食らったー。やばい、おっぷねー。どうだこれは。倒せるか。ウルトラマンがな、どうもな。いいや、ちょっと倒そう。ラッシュライザーソード。こいつちょっと回復。あ、間違えた。よし、強い。ダブルオークハンター超強い。お、ベルガギロス。くっ、こんなところで終わるとは。勝負あったな。ん？あれはラフレシア。
か。うわあ。ラフレシア、血縁は自らの手で断ち切る。迂闊だぞ、離れろ。こんなやり方しかできないあなたが世直しを言うなんて。つくづくお前は悪い子だ。大人のやることに疑いを持つのは良くないな。ははは、怖かろう。キャー、やめろー。うん、おのれ。はっ、よく動く。何、質量を持った残像だというのか。くっ、ぐわ、そこか。ん、どこだ。なんと、化け物か。え逃がすか。いや、逃げただけだよね。さすがに倒してはないか。ぐわ、やったのか。あ、多分。嘘。戦わないの。ビギナギナ、大丈夫か。ええ、ピーピー、メテオからだ。どうした。ウルトラ戦士を発見したんだが、バグが多すぎて身動きが取れない。まだバグが。そのウルトラ戦士は誰だ。わからないが、レオに似てるやつだ。レオに、すまないが至急造園が欲しい。わかった、場所を教えてくれ。すぐに向かおう。ああ、頼む。レオに似たウルトラ戦士ってのは誰だ。それはきっとレオの弟アストラだ。一緒に調査に来たが行方不明になってる。とにかく現場へ急ごう。もうちょっと奥っすね。 F91 が死にそうだ。まあ、あれでラフレシアがやられたとは思えないんで、まあ、多分また出てくるでしょう。ここかな。ウィーン、トーン。なんて数だ。わちゃん、大丈夫か。見ての通りだ。くっ、はあ、アクセル、気を抜いたらダメよ。ノーベルガンダム、また出てきた。やあ、カプル、大変なことになってるって聞いて私たちも駆けつけたの。ここは任せておいて。お前たちはこの先に行ってくれ。ウルトラ戦士が一人バグに囲まれている。わかった。わっちゃん、頼んだぞ。頼まれた。どっちだ。回復ポイントがそろそろ欲しいんだけどな。ん、ここはとりあえず宝箱。900円。最近しょっぽいお金がよく入ってますね。おお、バグがいっぱい。これどうだ。うお、自爆した。クアンタの攻撃がカットされるな。こっち意味ないし、こっちも意味ない。こっちか。エビルエス、おっと、ウィーン、くっ、アストラ、太郎、危ない、バグが、グアッ、
クパッ、うおー、大丈夫かアストラ。あ、ありがとう。アストラは突然来たな。レオ兄さん、レオ兄さん、アストラ大丈夫か。話を聞いて駆けつけたぞ。心配させやがって。今までどうしてた。異変に巻き込まれ、このキューブに取り込まれてしまいました。で、このエリアを一人で捜索していたんです。なるほど。だが無事でよかった、本当に。ウルトラ戦士は、ここにいるぞ。俺の弟だ、アストラというんだ。そうか、無事で何よりだ。そっちのバグは、だいたい片付いた。ようやく鎮静化したようだ。他のメンバーももうじき来る。よし、詳しい話はマックステーションでしよう。そうだな、バグのせいでみんな疲れきっている。少し休もう。ヒーローたちと別動隊はアストラを連れてマックステーションへ戻ることにした。マックステーションに着いたヒーローたちはセブンに戦況の報告をした。ラフレシアの撃退、バグの鎮静化、ご苦労だった。だが何よりアストラに再会できたのが大きい。ああ、これで100人力だ。兄弟で力を合わせて敵の野望を阻止するぞ。もちろんです兄さん構えが似てんな。だがアストラ一人で探索していたというが、何か成果はあったのか。成果と言えるかどうか分かりませんが、このアタッシュケースを見てください。アストラは手にしていたアタッシュケースを開き、その中を見せた。これはガイアメモリ。それはガイアメモリ専用のアタッシュケースだった。ガイアメモリって何。全部で26本収納できるよう作られていたが、今あるのは半分程度だった。1、2、3、10本か。ガイアメモリというのか。これは T2 ガイアメモリといって最新型だ。俺やダブルの力の源でもあるが、同時に凶悪な怪人をも生み出す。残念ながらここにあるのは全部後者だ。これをどうしたんだ。探索中に拾ったんです。その時すでにメモリーは5本入っていました。ところが付近にももう一本落ちていて、僕は他にも散らばっているんじゃないかと思い探索を続けたんです。そうか、それでさらに4本見つけたのか。全部で26本入るようだから、あと16本このキューブのどこかに落ちている可能性があります。探すとか言うなよ。確かにな。とにかくこいつを全部集めましょう。敵に拾われて悪用されては厄介です。そうだな、別動隊で探してくれ。どの道残りのかけらの手がかりがつかめていないんだ。まずはこのキューブをくまなく探索する必要がある。だからそれは別動隊でやってね。ついでと言ってはなんだが、かけらの捜索と合わせてガイアメモリの回収も行おう。ああ、それがいい。別動隊は消耗が激しいようだ。ふざけんな。めんどくさい、そうだな。大事をとって休んでおけ。ヒーローたちは出られるか。大丈夫だ。アストラは、僕も同行させてください。この任務は最後まで責任を持ってやりたいんです。わかった、頼んだぞ。何そんな。めんどくさそう。ヒーローたちはマックステーションを出るとキューブ内の探索を再開した。これをどうすんの？普通に歩いて探せっていうの？ちょっとわかんないんだけど、どうすりゃいいんだ？まあいいや。じゃあとりあえず、ラフレシアは、まあ、多分撃退でまだ出てくると思うので、とりあえずなんかめんどくさそうなミッションが始まったので、今回はこれで終了して、まあ、次回はなんか散らばったメモリーを探していきたいと思います。では今回はこれで終了します。